こんにちは、岩崎屋です。本日5月1日ですね。昨日栃木に来て、今日が、本会場練習、会場入りだったんですけども、栃木にですね、日韓アリーナっていう新しい体育館ができて、私たちの所属の、目標である2022年の栃木国体の会場にもなるような、すごく大きくて綺麗な体育館なんですけども、そちらで今日は会場練習をしてきました。豆知識としてはですね、高崎アリーナをモデルにして作ったらしくて、すごく大きくて綺麗な体育館なんですけどもですね、しかも今回の、国体の県予選の後には関東ブロックもそうですし、あと東インカレもこの栃木の日韓アリーナで行われるみたいです。で、今日はですね、その会場練習初日であり試合の前日ということで、その会場練習の動画をですね、結構たくさん撮ったので、ぜひそちらの方をご覧いただきたいなと思っているんですけど、先ほども言った通り、その会場練習初日でありながら試合前日なので、いかに明日に不安箇所を残さないかっていうのが一つで、あとそのどれだけ器具に慣れていくかっていうのも一つで、あともう一つあれですね、明日に疲れを残しすぎない、その3点を気をつけながら動きました。で、先に言っておくと、床と最初の方アンバスーホンが撮影できていなかったので、そこの方はご了承ください。それではご覧ください。
パーッと一人はい。ダメだ。はあ、やり直し。残念。動画の方、最後までご覧いただけましたでしょうか。まあそうですね。まあその取り忘れた床とアンバーの数本以外、まあ他にも取ってない部分はちょいちょいあるんですけど、まあ基本的にほとんどの部分を、まあ、コンパクトに短く、まあ、動画にまとめてみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、またね、その三脚みたいのを置いて結構その種目を取りっぱなしに自分自身してたので、でそれでちょいちょいその終わって確認したければ確認するようで撮ってたので、なんかね、例えば器具も新しいものばっかりをね揃えてるので、タンマだったりとかもまだ鉄棒とかが剥がれやすくて、なんか鉄棒を塗ってる姿だったりだとか、そういうのも映ってたり、あとは愉快なね同じ所属の選手がいたずらで映ってきたりとあったので、そのまあまた違う試合とは違う雰囲気で楽しめたんじゃないかなと、楽しめたらいいなと、楽しめたら楽しんでくださいこの動画を見て。でですね、とりあえず明日の試合全力で頑張ってきます。チーム栃木一丸となって、一人ね選手、まあちょっと怪我の具合が良くなくて欠場にはなるんですけど、4人の専門員で、スポーツ専門員で、とりあえず栃木にこいつらなら大丈夫だって思わせるような演技をしていきたいと思います。それでは明日、そうですね、だいたい2時ぐらいから試合なんで、皆さんぜひね、会場に来られる方も、来られる方は直接応援していただけたら嬉しいんですけど、来られない方はね、こう、まあ、絶対成功しろって、ケンヤカッシーナ絶対持ってくれって祈ってください。ちょっと数日前にですね、まあ、余談なんですけどプロテが切れてしまって、まだちょっとな、まあ結構昔から鳴らしてはいるんですけど、なんかちょっとあんまり
好みじゃないプロテクターでと演技をすることになるので、ちょっとだけ不安があるんですよね。なんでぜひ無事にノーミスでって祈っていてくれたら嬉しいですですね。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあねー。